リドルジョーカー。うん、ごめんね、私の責任だよね。てっきりとっくに入浴済みだと思ってたけど、ちゃんと確認するべきだった。でも結局何だったの？お風呂の前にどうしても済ませておきたい用事があったってことなんだよね。サトル君？私たち PC の中身まるっと盗んじゃおうとしてたんだけど。許してあげてって。はぁ、まあ、サトル君が自分の胸だけに秘めておきたい識別先輩の秘密ってことなら別にいいけど。はいはい。それじゃあ、それはそれとして。じゃあ、機会を伺って再トライってことで。え？じゃないよ。当たり前でしょ？無意に終わっちゃったんだし。私も、今度はしっかり引き止めておくから、サトル君も再潜入、よろしくね。プライベートを暴いて申し訳ない気持ちは私も一緒だってば。けどお互いミスは成果で取り返しておかないとさ。でしょ？というか、しきべ先輩お風呂に行ったんだよね。なら今こそチャンスなんじゃないの？じゃあもう部屋に帰って休んだ方がいいんじゃない？そんなに消耗したんだ。まあそりゃ無理もないんだろうけど。